子供の成績次第でお母さんの序列が決められる社会。優秀な子供だけが。恭喜你成为母亲。求められ生き残ります。そんなお母さんたちの中で最高の息子を育てたヤン・ホワン。ですが息子を失ってしまい、怀念其妻若姐、谢谢她让我能站在这里。新しい娘ローワがいます。ところが、南女士、你这次鸡是不是跟上次一样的？可以传授我们满分的秘诀吗？そして、满分的秘诀就是爱。愛と答えます。教育促成阶级流动，母职万岁。彼女に憧れる。教育促成阶级流动，母职万岁。母职万岁。数多くの人々。公演が終わり、ローワと家に帰る途中、突然起こった騒ぎ。騒ぎが収まった後、刚刚那个妈妈说什么？ルーワの質問に、ちょっと脏了。我去帮你洗一下。スカーフが汚れていると答えます。トイレで。ルーワ、他可以保护你。不思議な鍵と一緒に。给你一个建议，不要太乖。助言を残します。妈妈，我跟你说，等一下，破获一个地下叛乱组织，可以先日前已接受法律制裁，然该组织至今仍有党。そして先ほどのおばさんは、导向正途，教育部惊觉已。不要太乖。元最高のお母さん、今は不叫母之过，其母何琳娜。死刑囚のお母さんでした。回何琳娜的金质勋章。为什么一个医生会被判死刑啊？因为他想要破坏我们的教育。那你刚刚要说什么？我忘了。お母さんのランクを決める。1997年7月5日，陶丽阳诞生。重要な資格試験がありますが。老师，若娃的成绩一直没有起色。若娃很乖，但是学习能力不太强。娟姐，不好意思，我尽力了。以前の息子とは違う状況に。接触不良。之前小孩考满分，所以可能不清楚，这勋章的灯会暗吧。鉴定考这一年呢，如果落成绩这样下去的话，这灯就会开始一个个变暗哦。我帮你加查。危機感を感じるお母さん。啊，好，谢谢。仕方なく、光が一つ消えたメダルをつけ。買い物へ行ったお母さん。その時、娟姐、自分のファンが近づいてきて、是不是若娃最近考不好？痛いところをつきます。没有啊，还好啦。家へ帰る道では、成績が低い息子のせいで、隣人が追い出され。我是住这里的。要我看这命令。連行される場面を目撃することになります。身の危険を少しずつ感じるお母さん。搬到鸽子笼社区，任谁也受不了啊。妈妈，彼女は娘に、你们为什么要来这里啊？这些人鉴定考成绩平均只有30分，このままの成績だと跟你现在模拟考的分数是一模一样。
是你往来的人都会是他们这种不来的人。どう生きることになるか。你不觉得丢脸吗？事实上，在这种环境，就是没资源。彼女たちの未来について、娘に釘を刺し。不管成绩考多差，你自己都不懂得功课，怎么教小孩？圧迫します。この日以来、なぜか変わってしまった老婆。成績はどんどん落ち、授業に集中できず。二森的理论可以看得到。不要看我了。课本来就应该保持安静。上课这么无聊，谁上得下去啊？先生に立てつき。你在干什么？さらには。你自己走路不看路。来给我喊。老师打人！放手！老师打人！咬我！結局。お母さんは病院に連れて行き、医者から、也就是注意力不足的过动倾向。这种病会突然发作吗？他本来个性很温和，也很贴心的。優しい子だったルオバは、但是青春期的过动容易合并发展成忧郁症，容易和人冲突。ADHD の診断を受けます。重い気持ちのまま家に帰りますが。真是妈妈乖女儿，你今天做得很好。しかし、すべてが。真的吗？等到医生确诊以后，明年我就不用参加鉴定考，对不对？ADHD と診断され、評価試験を受けないための彼女の計画でした。对。アパートから追い出されないようにと。我还担心自己装的不够像哎。優しいルオワのイメージを利用して、给大家印象一直都是很演技をさせたのです。这样我压力就不用这么大，好吧，和妈妈去住鸽子笼社区哦。把这个医者に確信を持たせるため、你就在全班面前把礼物割坏。少しずつ線を越えてしまう。上课我已经闹过好几次。症状要持续出现至少六个月才能够确诊。お母さん、你书读不好，至少这句话听得懂吧。結局、友達、そして自分の誕生日パーティーにカッターを持っていきますが、ロア、换你啊、猜礼物。自分を祝ってくれる友達を裏切れません。友達のプレゼントを破れず、家に持って帰ってきますが、我们明明说好的。ひどく怒るお母さん。你突然就自己决定不做。ありのままに行きたいと説得しますが、我不能就只做我自己吗？就要让我搬到那种地方去？不是，十八岁还有一次机会，我可以努力。你不可能。ランクを優先するお母さんは、要我搬到那种地方去？ADHD の診断が。必要です。我宁愿死掉。お母さんのため勉強していたルオワは、見知らぬ女性にもらった鍵を思い浮かべ。ママ、你知道这钥匙是干嘛的吗？お母さんに見せると、強く。你怎么到现在才说？反応するお母さん。那个阿姨说，她认识哥哥若杰。这事情。妈妈处理就好。実はその鍵は、妈、亡き息子が、送给你。お母さんにプレゼントした。不要浪费时间做这个。鍵でした。妈妈不要其他东西，我只想要金质勋章。夢を見た後、心変わりしたお母さんと、妈妈也会想办法。帮你再加强功课。如果你不想装过动，就不要装了。喜ぶルオワ。谢谢妈妈。这是给我们两个再一次的机会。谢谢妈妈，我会努力的。ルオワは初めて自分のために自分らしく生きるために勉強します。同学。图书馆要关门了。ところが、若娃，
再び現れた死刑囚のお母さん。你有过动症吗？是医生说你有过动症，还是你妈妈说你有？ ADHD と診断されると。过动是瑕疵的一种，直接送去精进。但事实上是什么，你知道吗？どうなるのか教えてくれます。精进是销毁。销毁，把人销毁。很残忍，很恐怖，对吧？从来都没有人跟我说过是这样啊。这是国家要保守的秘密，说出来是会犯法。そして。信じられない話まで。我希望你不要跟若杰一样被杨娟害死。我哥是车祸去世的。你哥不是车祸死的。このおばさんがルオワに全てを教える目的とは何でしょうか。你哥是母親のヤン・ホアンと息子のルオジェとの間には。那才是妈妈真正想要的。你懂吗？何があったのでしょうか。そしてルオワは6ヶ月後どうなるのでしょうか。成績还是拉不起来。真的没办法的时候。我们还是要回到这方。ネットフリックスオリジナルドラマ子供はあなたの所有物じゃない。ADHD は必須。2018年に公開された台湾ドラマで台湾の最大の社会問題の一つである過度な教育熱。それによって失われていく親たち、子供たちの人間性について描くドラマです。特別な資源がなく、人だけが経済を支えなければならない東アジアの国々、シンガポール、香港、韓国、台湾のような国は世界的に教育熱が高いことで有名です。そのおかげで競争力のある人物たちがたくさん現れ、目覚ましい経済成長を成し遂げたのも事実ですが、高い教育熱と学歴社会に対する副作用、そしてそれらに対するたくさんの悩みが伺えます。上記の国々ほどではないですが、日本も全く人事ではないということも否定できない現実ではないかと思います。私たちが幼い頃、誰でも一度は隣の誰かは何々がうまいという言葉を聞いたことがあるのではないかと思います。我请了家教，你最高没考到50分以上，我们要怎么留在现在的房？特に SNS の発達により、比較対象の隣の家の物理的な距離まで消えた今、そんな全ての隣の子を集めた皆が憧れる彼女の息子ルオジェ、そんなルオジェがどんな人生を生きたのか見ながら、過度の欲の結果と過度な子供のため、そして本人のためがどんな結果になるのか、それが子供たちの自分らしさを捨てる価値が本当にあったのか考えてしまいます。我说的他们是鉴定考低于最低标准的那一群，醒过来又有什么用？同じお母さんから生まれた平凡な次女、そして完璧な隣の息子は幸せな人生を生きたのか。我只是想要自己是原来的样子，做你自己。子供はあなたの所有物じゃない。ADHD は必須。ネットフリックスでご覧いただけます。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。